宮津城は細川藤高忠興親子当時は長岡清を名乗るにより現在の大手川右岸の海に接した地に築かれました細川親子は織田信長より丹波を明智光秀丹後細川藤高忠興親子に兵定認知とするようとの命を受け 明智光秀と共に丹波を平定した後1580年8月に丹後に入国当時の八幡山城に入りましたそして8月21日の織田信長による刻印状の中で宮津というところに城を築くという件について承知した光秀とよく相談し堅固に気くように と宮津城・築城の許可を受けています細川時代の宮津城や城下町の姿については江戸時代の改修が加えられたことで不明な点も多いですが発掘調査の結果細川時代の石垣が出土し大手川右岸の峡谷時代の城とほぼ同じ場所に 築城をされたことが明らかにされましたその後関ヶ原の戦いの直前に多動機聖室の玉ガラシャは西軍型の人敷となることを拒み大阪屋敷で命を絶ちます多動機出陣後の留守を預かる雄斎が 丹後に西軍型1万5千人が攻め入るとの情報を受け、宮津城を久美浜城、峰山城とともに自称させました。有罪は田辺城において、約52時間の牢城戦の末に御用税天皇の命を受けて開城します。その後、細川家に代わり、京国高友が丹後の地に入り、 高友より宮津の家を引き継いだ着地の高広により再建・拡張されます。この石が江戸時代と推定される宮津城の石垣のものです。城の改修に伴い城下町も拡張・整備され、今の街並みがほぼ踏襲されています。